い、こんにちは、こんばんは、おはようございます。もみチャンネルのお時間でございます。今日はバルキリーコネクトをやっていきたいと思います。バルコネなんですが、ですね、バルキリーコネクト1周年記念ということで365連ガチャを引いていきたいと思います。なんでいきなり365連ガチャかと言いますと、あのですね、バルコネが1周年記念ということで、まあ1年は365日じゃないですか。それにちなんで365連をするんですけど、でダイヤガチャを回していくんですね。365連分で回していく中で、出てほしいキャラというかを選ぶんですよ、私が。でその他選んだ2体のキャラどちらかが出れば、その時点でガチャ終わりなんですね。365連やっていく途中で10連で出てもいいし、100連で出てもいいしって。で例えば10連で出たならば、365-10で355連分のダイヤが余るわけじゃないですか。でその余った分のダイヤを、視聴者さんにプレゼントします。わー。で30名の方にプレゼントするので、その残り分のダイヤ割る30、出たダイヤが、1人に送られるダイヤです。30名の当選者の一人一人に送られるダイヤがその数になります。で、私が選んだキャラなんですが、私はベルちゃんとあやめちゃんにしたいと思います。なぜならまだ星5じゃないからです。なのでこの2体のどちらかが出れば、ガチャ終了ということにしていきたいと思います。はい、というわけで1周年記念ガチャやっていきたいと思います。はい、ではじゃあ早速ガチャを引いていきたいと思います。ベルちゃんかあやめちゃん、どちらかが OK なんでちょっと頑張っていきたいと思います。みんなにね、ダイヤを届けたいので、そっぱなひまわりやばいね。ちょっと幸先っていうか、雲行きが怪しいんですが。え？やば。危機弱っとやばいかもしんない。あ、跳ねれましたね。マジ、ベルちゃんかあやめちゃんお願いします。ベルちゃんが私、まだ星5じゃないっていうのもあるんですけど、大好きで、スルーズさんか、あーアルテさん、スナイパーリング欲しかったんだよね。星5を2個目作れるんでちょっと嬉しいんですけど、そっちじゃないっていうね。あれ、ちなみに何年目か、あれ、これ40年目か。アルカちゃんか、スキップだね。50年目、もうお願いします。ベルちゃんかやめちゃん、どちらかでいいんだよ本当に。でもね、結構やっぱキャラが多いじゃないですか、バルコネ。素敵なキャラクターがいっぱいいるんで、ちょっとまあ1点狙い2点狙いなんですけど、まあ、ニシラちゃんね、 OK。 70連目かな。やばい、ひまわり率高いんですけど、ちょっと待って、本気でちょっと今怖い。私お願い、ベルちゃんかやめちゃん来い、ブレイヤー様。あー、スクルちゃんは、初期勢って感じ。本当の初期の初期にはいなかったような気がする。3個。やば。数えてないんですけど、ちょっと後で数えます。あー、やっとラスク。カナンちゃん、メルニー。私の端末にベルちゃんとあやめちゃんはいるのだろうか。あー、やめましょうかね。ありがたい。あー、いいね、ローブいいよ。ローブすごい嬉しいよ。欲しいのはローブじゃないよ。やばい、ひまわり咲いた。さっとちょっとね、ひまわり咲くと本当に結構なんか心折れるから、マジで。ランコ、あー、リーザさん、やばいな。なんかもう何年したかわかんないけど、ちなみに今日はパジャマ着てます。お、来い。あ、でもキャラが次、あー、ボルフさん、マジか、やばいな。お願い、3個。やばい、ちょっともう、アーノージアさん、もうなんか怖いっす。アクリスタラーマンね、オッケー。ランコ、
ちょっとマジでみんなにあげれるダイヤが全然ないくなる。やばい、全然出ないんだけど。アリシエラさんね、お願いします、頼む。あ、スナイパーリング疲れてる。ああ、なんかね、バロキさん、やばい、ほんと多分私だけなんか、ああ、やめちゃん来た、オッケー、ありがとうございます。私だけでもなんかこれ結構かかったから、なんかみんなのコメント少なそう。あんまりみんなにダイヤをあげれない。ちょっと待って、ちょっと計算します。はい、計算しました。私160年目で出たので、残りのダイヤが、6万1500ダイヤで、でそれを割る30しますと2050ダイヤになったので、30名様に1人2050ダイヤをプレゼントいたします。わー、よかった、出て、ともかく出てよかった。マジで本当にダメかと思いました。でも本当、なんとか出すことができてよかったです。はい、というわけで、応募方法はコメント欄に ID と名前となんか一言をください。というわけで今日のコーデです。夜中ではパジャマです。もうね、夜中に撮ってるのね、パジャマです。はい、よかったら YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。下の説明欄に URL が書いてあるのでポチッとしてください。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またねー。